赤石志賀之助は、下谷国宇都宮出身の元大相撲力士。初代横綱。江戸時代前期に実在した人物とされ、日本相撲協会が2020年現在で、初代横綱に認定している。従来の力技だけでなく相撲の技に関しても多く、研究し、現在でも基本とされている48手の技を考案した人物とも言われている。下野国宇都宮で、 同藩士の山内天然の子として誕生する。陽名は鹿之助、身長は最盛期で8尺三3寸、体重は49巻あったと伝わる。1624年に江戸四谷塩町で初めて肝心相撲を興行したとされ、江戸肝心相撲の創始者とも言われている。その証拠となる番付が実在するとされていたが、後年になってその番付は偽物と否定された。 江戸以外も慶、長崎をはじめ、諸国で相撲を取って、抜群の強さを誇ったとされる。慶に上ってからは、二王神太夫を倒したことで朝廷から、草加海山の称号を受けたとされ、これが、初代横綱の根拠とされたらしい。1900年に、神幕九五郎が、北紀人となり富岡八万宮に混流された、横綱力士碑に、歴代横綱を列挙した際、 初代を小綱として、赤石志賀之助の仕込名を刻んだ。赤石によって、最初に行われたとされる相撲に関する出来事や、監修も、すべて広大の伝承や講談によるもので信憑性がかなり低く、さらには信頼できる資料では、赤石の実在すら確認されたことがない。ただし、赤石志賀之助のものとされる手形が残されているほか、 上山山山や県分日記にて1661年に山形藩主の前で相撲を取った記録が記されていることなどから実在説も根強い。池田正夫は歴代横綱聖殿などで赤氏の実在を否定しており、の見正彦は横綱物語でモデルとなる赤氏なる力士が複数存在していたという説を述べている。 栃木県宇都宮市の加茂神社では2008年から、初代横綱、赤石志賀之助杯少年法の相撲大会を主催している。和佐国コククルリ城下出身という説もある。AB、ただし、赤石志賀之助を祀っている、加茂神社は7尺三寸だとしている。AB、ただし、赤石志賀之助を祀っている、加茂神社は60巻だとしている。当時は、 優勝制度なし当時は三勝制度なし、ただし、48歳で死没したという記録がある。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井昭一、藤原明、コンサイス日本人明治天第五飯株式会社参成堂、2009年10ページ。産経ニュース、実存さえ疑われた、初代お小綱、赤石志賀之助の実像に迫る宇都宮、加納神社では、 放納相撲も2016年4月1日閲覧。ありがとうございます。